倉林明子君、はい、え日本共産党の倉林です、三、えー、連休ですよね、医師会の会長がです、ねまあ、静かな三連休をと、本当に切々と訴えられてたのを見てたんですが、先ほど紹介あったとおりです、ね、京都も本当にたくさんの人でで、渡月橋が報道ありましたけど、それ以外のところでも観光バスが走ると。 いう状況にになりりままししてて非常に懸念しております間違いなくこの人では、GoTo 効果です、そしてその結果がどう出るのかっていうのは10日、2週間後ということになってくると思うんですね。私ね、感染爆発を阻止すると、総理おっしゃっているわけで、具体的にじゃあ何をするのかと、これはやっぱりね、国の責任で明確に示していく時期になっているんだと。 遅いぐらいなんだということは重ねて指摘をしたいと思います。そこで、あの検査の方も続き、ちょっとやら、検査、はい、についてもやらせていただきたい、11月19日にですね、ね今日夜、全国知事会と健康交会ですと紹介していただきました、そこで、その会議に提出された資料を見てみますと、知事会の緊急提言、ここにはですね、地方創生臨時交付金、 緊急包括支援交付金の増額、感染症患者の入院医療費、PCR 検査料等、財源措置を求めておられます、明確に。田村大臣からは、医療施設、介護施設などでクラスターが多数発生しており、入院入所者、医療や介護の従事者に対する検査の徹底をお願いしたいと。 これは報道で見ました。で、同日あの、11月19日にですね、事務連絡がまた出ましたえ、高齢者施設等への重点的な検査の徹底について、この概要、簡潔にご説明を。正林健康局長あの。11月19日付の通知の内容でありますけれども、えー、医療機関や高齢者施設等に対する検査については、 これまで感染者が多数発生している地域等において、症状がない方も含め、高齢者施設等に勤務する方や、入院・入所者を対象に積極的な検査を実施すること、入所者に加え、従事者等で発熱等の症状を呈している方々については、検査の実施に向け、とりわけ積極的に対応することを繰り返し、都道府県等に求めてきたところです。しかしか はい <laughs> かります19日,あの、はいはい、19日に改めて事務連絡を発出し、高齢者施設等の入所者、または従事者で発熱等の症状を呈する方については、必ず検査を実施すること、検査の結果、陽性が判明した場合には、入所者および従事者の全員に対して原則として検査を実施すること。 保健所による行政検査が行われない場合に、高齢者施設等で必要性があると判断して、自費で検査を実施した場合について、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金によって費用を補助すること、個別の施設から検査の実施を自治体に求めたにもかかわらず、速やかに検査が実施されない場合の相談窓口を施設団体に設置することを都道府県等に周知したところであります倉林晃子君。 もう一つ大事なことを言ってくれへんかったので、紹介しますけれども、1週間あたりの新規陽性者数が人口10万人あたり10を超えたところは、支給検査に取り組むこと。これは新しいところですよね。で、今説明あったように、検査が速やかに実施されない場合、自費検査、これについても、補助の対象になるよということが書いてあったわけですけれども、これについてね、えー 行政検査の2分の1の負担分については、えー、第3次の臨時交付金の審査可能ということで聞いてるんだけれども、限度額の算定がね、これ、これからだよと、だはっきり作って言い切れないわけですね、どこまで出るかようわからんと、こういう事態。で、自費検査の補助、これ、できる規定になってます、しかし、かかりましの分で10分の10、で事業所ごとに限度額決まってます、これね。で 例えば、介護、老人、福祉施設、これやったら、定員1人当たり3万8000円、これ上限なんですよ、かかりまし経費ですから、他の分も使える、使ってたらもう残りあらへんのですよ、上限、検査、これ、職員分までできひんの違うかと私、思う額ですよね、定員の分は確保できたとしても。でね、検査の徹底、何度も何度も要請していただいております。 検査の要請するんやったら、必要な財源は持つよと、この感染拡大期にですね、明確にね、メッセージ出すべきだと思う、どううでしょう田村厚生労働大臣あの委員おっしゃられたとおりですね、行政検査でいくとね、行政検査の2分の1、これ、国と地方自治体で分け合うと、でこれはあの例の臨時交付金の算定に入っております、で入っていますが、あの今般出,さ出した通知等々でですね、その 要は今までの分、やってきた分ありますよね、その行政検査、やってきた分、各自治体が、で2分の1、まあ、かかりますよね、これを含めて、まあ、もちろん上限ありますけれどもここの、この後、この後、要するに検査を行うものに関してはです、ね、これはもう算定に入れてまいりますので、えー、実際やった、やられた検査になってきますけれども、それに対してです、ね、えー、臨時交付金として積み増しをさせていただくという形になっております。 しっかり積み増しをさせていただくこととなっております倉林子いやねあの、そういうメッセージ、安心してね、検査できるのよということを言い切ってなかったんですよ、ついこの間まで。はいちゃんとあのそういう周知があの、検査せという通知と合わせて、あのはっきりあのし示すべきだと。 でその自費検査まで含めたっていうのは、すごく踏み込んだと思ってるんです。ところがね、これかて上限決まってる話で、ここも出します、どうです田村厚生労働大臣。<laughs> 慈悲検査の上限今までの分は上限がありますので、その範囲でお支払いをさせていただきます。上限が決ままっておりますので 自費検査というか行政検査ですよ、あくまでも行政検査をやれる時期の部分ですかこれは。彦君ちょっとやり取りしてると、時間かかりそうなので、もうあの本当にね、検査踏み込まないと駄目なんですよで、行政検査として判断したところについては、もちろんちょっと見えてきた、ただ、事業所が自主判断でやったと、これについても見るって言ってるところがポイントなんですよ、だからそこ、ちゃんと積んでと、強く強く。 要望しておきますのでよろしくお願いいたしますでそこで、えー、っと法案です、えー、ワクチンは国民の健康保持を目的とするものでありながら生命健康を損なうリスクがあるとこういう性格なものだと思います予防接種制度は罰則付きの義務接種から1994年に努力義務に変更されましたその背景は一体何だったのかこれも簡潔にご説明くださいどっちか消防局長 あの今、罰則付きの義務っておっしゃられましたけど、罰則付きの義務は昭和23年から確か昭和50年代までで、50年代のどこかであの罰則は外れたと思います、義務接種が続いてました、で平成6年にあの法改正して、努力義務に変わってますで、えー、これは健康被害の救済方法を、救済を法の目的に追加し、 および接種不適当者に関する規定を法定化するとともに、予防接種に関する義務規定を予防接種を受けるよう努めなければならない旨を規定に改めるといった制度改正を行われました。こうした改正を行うに際し、伝染病の発生の減少、医学・医術の進歩、国民の健康意識の向上など、予防接種を取り巻く環境を大きく変化しており、そうした中で極めてまれではありますが、 健康被害が発生する予防接種について、高い接種率を維持していくためには、国民の理解を得られる制度としていくことは重要であると認識していたというふうに承知しています。また、副反応による健康被害に係る訴訟に関し、平成4年に東京高裁で予防接種の近畿者に予防接種を実施させないための十分な措置を取ることを怠った過失が国にあるなどの判断がなされ、国としては上告を断念するという判断をしたところ。 こうしたことを背景に、平成6年の予防推奨の改正を行われたとは理解しています、はい、黒林明子君あの1948年にあの起こりましたのが、チフテリア・トキソイドの接種による被害、これ、世界で最大規模のワクチン被害と言われているものです。で被害者854人ということで、乳児,乳児でしたからね、対象が。84例の死亡がありましたそしたそそてれ以来 この一番上のが今、紹介したやつですね、それ以来、日本におけるワクチン化っていうのは、これだけ起こってるっていうのを資料でお付けしました、えー、見ていただきたい、ほんで訴訟も起こった、それで私、本会議の質問をあの読みましたと、見ましたという方からお手紙いただいたんです、この方はね、1948年の京都でジフテリア予防接種を受けられて、右手、右左足が。 麻痺したままということで障害者になった方当事者の方なんですで私のように一旦損なわれた健康と私、えー、残った障害は金では解決できないとえこういうことを肝に銘じていただきたいこういうあのお手紙でしたで日本には日本のねワクチンワクチン行政の歴史 ここから学ぶべき教訓というのは何なのかと、大臣の認識をお聞かせください田村厚生労働大臣あの。疾病のまん延予防のために、ですね、まあ、こういうワクチン等々で、です、ねえー、まん延を、まあ、ある程度抑えていこうという話があるわけでありますが、一方で言われるとおりです、ね、あのまあ、ワクチンに関するですねいろんな副反応等々、えー、重篤なものを含めて、これはまれですけれども、こういうものが。 存在すするのは確かなことでありますでその上で、まあ、いろんな反省があって、ですねやはり今まで義務であったものを努力義務に変えたり、それこそ健康被害の救済制度、こういうものをですね作ってくる、それから副反応報告、こういうものもしっかりと制度化していく中で作ってくる、であのやっぱり基本は有効なワクチンであっても、やっぱりちゃんと安全であるということ、これはまあ大前提なんだろうと思います。併せてですねそのやはり えま、いろんな形で情報発信をしていくことも、これも重要であろうというふうに思います。まあ、そんなことでそんな中においてですね。あのまあ。あ 何が反省かというと、先ほど申し上げたまあ義務というもの、これから努力義務という形に変えさせていただいたことと、健康被害のですね救済制度をしっかりと作らさせていただいたこと、さらにはしっかりと副反応の報告、こういうものを集めて、国民の皆様方に情報を発信していく、こういうことの中において、極めてまれにありますけれども、国民の皆様方にその危険性というものをしっかりとご認識をいただくということが重要であるというふうに考えております、はい、倉林明子君。 やっぱり、ね、あの有害事象大きな障害が残ったり、命をなくしたりということを通じて、あのワクチンというのは健康な人があの受けるものですから、それに対する有効性、安全性、その検証っていうのが、より高く求められるし、情報提供についても議論があったとおりだというふうに思います。でねえー、基本合意契約している3者が 開発しているワクチンの確保の見通しについては、今、説明できないということで、議論で明らかになっていますけれども、ただね、そうなるとですね、総理が来年前半までにすべての国民に提供できる数量を確保すると明言されてるんですね、この明言されてる根拠っていうのは何でしょうかょ林支局長。 あのこれまで、えーまあ、開発に成功した場合、米国モデルナ社、武田製薬品工業株式会社からは5000万回分、から米国ファイザー社、英国アストラゼネ,シャゼネーカ社からは、それぞれ1億2000万回分、合計2億9000万回分のワクチンの供給を受けることについて、契約締結や基本合意に至っております。まあ、根拠といえば、まあ、これが根拠かなと思います。 これは釈子君あの確保する来年前半までにということでの根拠っていうのは、議論聞いてたら乏しくなってるのかなと思って改めて確認したんですね。で、少なくともですよ、ワクチンを確保すること、これとですね、あの国民に対する接種を開始するかどうか、ね、接種開始できるかどうか、これね、やっぱり別だと思ってるんです。で開始の判断 これについては、安全性、有効性、十分に検証した上で行うべきだと思うんですね。確認したいと思う。契約した3社のワクチンは、それぞれの国で正式な薬事承認は得られたんでしょうか。蒲田医薬生活衛生局長、はい。お尋ねのアストラゼネカ社、ファイザー社、モデルン社のワクチンでございますが。 海外で現実におきまして、薬事承認をされたという情報は承知してございません、はい、全く新しいタイプのワクチンということで、効果、そして持続期間、これらも解明されてない、で有効性、そして安全性、証明されたっていう段階じゃないっていうのは、はっきりしてると思うんですね。アメリカであの未承認認のまま緊急使用を認めた レムデシビルこれね、日本はアメリカでの緊急使用からたったわずか3日ということ、異例の速さで特例承認というものを使って、世界で初めて薬事承認を出したんですね、先ほど来 WHO の評価の問題で、いろいろ議論ありましたけれども、使用の推奨しない薬剤だと。 とということで公表とでファイザー社ですけれども、ワクチンの緊急使用を11月20日にすでにしたということになりました、これね、未承認のままアメリカでは使用は使うと、まああいう事態ですから、そういう緊急事態ということはあの、その国の判断なんだろうというふうに思います。そこでファイザー社ののワクチンの 緊急使用許可が今、出たという段階で、レムデシビルと同じように、特例承認をするのかどうかと、日本で,で、そもそも海外で未承認のまま、特例承認の対象にしてもいいという根拠っていうのはどこにあるんでしょうか。浜田局長、はい えと特例承認制度はご案内のとおり、えー、いわゆる薬機法に基づくものでございまして、えー、要件がございます、1つは疾病のまん延防止等のために緊急の使用が必要であること、2つ目、当該医薬品の使用以外に適切な方法がないこと、3番目といたしまして、わが国と同等の薬事制度を有する外国で販売等が認められて ているといいう要件がございますそうしますと、まあ、あの例えばその資料の一部の提出を猶予ということでございますけれども、えー、が米国などの海外におきまして、 緊急使用許可、EUA 等によって販売などが認められる薬についても、この当該制度の対象になりうるということで、レムデシビルにつきましては、アメリカで EUA が出されたので、日本におきましても承認申請、特例承認の申請がございましたので、私質で審査の上承認したというところでございます、はい、いやあのレム、レムデシビルがこういうあり方で承認されたということが、そもそもどうなんかということは、 本当検証必要だっていうふうに思ってるんですけれども、さらにワクチンっていうのは、医薬品よりも高い安全性と有効性が求められると、こういうまでもないと思うんです、じゃあ、今回もファイザー社のワクチンは、すでにあの条件とした特例承認が出せるということになるんですかね、これ、海外で未承認のまま、特例承認するっていうようなことは、やるべきでないと思うんですけれど、いかがですか。 田村厚生労働大臣あのレムデシビルはです、ね、国内でも共同治験、えー、これは国際共同治験をやっておりましたので、一定程度の治験、ねえーまあ、をやっておったという中において、安全性というものも確認した上で、えで、ー、まあ、特例承認された、えー、緊急使用したものを特例承認をいたしました。であの今回のワクチンに関しては これはあの特例承認する、しないというよりかは、ですねあの、まあ、どちらであったとしても、ちゃんと安全性を確認する、有効性を確認するということが前提でありましてあの、特例承認の場合は、臨床試験以外の、臨床試験以外のです、ね、停止処理等々、これをまあ一定程度猶予するというような形での、おまあ、 いうなれば審査をやるわけでありますけれども、あのまあ、特例承認であろうがなかろうが、ですね、えー、国内でワクチンでしっかりこれ国民の皆様方にですね、えー、接種いただかなきゃならないわけでありますから、これに関しては安全性、有効性は確認をしてまいりたいというふうに考えております君、はい、つまり、今の説明だと、特例承認をする可能性もあるということですよね。 いや,いやいや、ですよねというふうに受け止めましたので、まあ後で確認してもらえればいいです。であの、どちらにしてもっていう言い方するんだけれども、安全性の確認の仕方は全く違うんですよね。で、要はコロナに対する治療薬、ワクチンに対する国民の期待は高いですものすごく。でもね、だからといって、安全性や有効性の確認、常にやってきたものについて、やっぱりそれは、あの その確認をするだけの根拠を持って、安全性、有効性を高めてきた、検証済みのやり方なんですよ、それは特例承認とか言って、飛ばすことになるわけですよ、さまざまなところを、そういうことをやっていいのかということと、そういうことで承認しましたということが、国民の理解を得られるんだろうかというふうに思うわけです。さららにねワクチンの特性からですよ 承認前に、日本人の検証的臨床試験、先ほど来議論になっても第3層試験ですね、これ、実施について衆議院の参考人質疑でも多くの懸念が示されております、今回のワクチンに対して、この第3層試験について、やるのかやらないのか、これもね、明確な答えがちょっと確認できなかったので、改めて押さえておきたい、どうでしょう。川端局長、はい あのご指摘の件点でございますが、薬事承認に向けまして、どのような臨床試験を実施するかどうか。 ということはまずは開発者いわゆる企業におきまして決定するものでございまして私どもはその開発者が出してくる試験のデータを踏まえて承認審査をするという立場でございますその上であの新型コロナウイルスワクチンにつきましてはまあ、あの先ほど来ご答弁申し上げたところでございますが PMDA がですね関係各局あるいは FDA のガイドラインを踏まえて策定した評価に関する考え方におきまして示し取り いうとおりでございまして、まあ,あの要は日本のようにですね、発症率の低い国においてのワクチン評価については、海外での海外での大規模な臨床試験で発症予防効果や重症予防効果が示されているかどうか、海外の臨床試験と国内の臨床試験との間で免疫性などが一貫しているかどうかなどを総合的に判断して、えー、まあ、人種者の検討も含めて、えー、有効性安全性を確認するということでございまして、いずれにいたしましてもあの新型 コロナワクチンにつきましては、特例承認否かを問わずです、ね、国内外の治験データと最新の科学的知見を踏まえて、ワクチンの有効性、安全性等につきまして、しっかりと確認してまいりまいや、ちゃんとね、国民に理解できるような安全性、有効性の担保が取れているんだっていうこと、分からないと、私はね、ちょっとそのこれまでの手続きをすっ飛ばすというところが。 見えてくる手続きだと思うんですね特例承認っていう第3相試験やらないということであれば、安全性の担保を飛ばしてもいいっていうだけのじゃあ、根拠はどこにあるんだっていうことが、十分な理解がないと、これ、接種も進まないということは私、なると思うんですよ。あの医療従事者に対する優先接種の話等も議論ありました、1万人は医療従事者になるんじゃないかと思って、ちょっとドキドキしてます。 なんでか言うたら、そのリスクあるからですよ、このインフル、のこのワクチンは。でね、従事者、医療施設とか、介護の施設とか、もちろんリス感染リスク高いから優先してっていうこと考え方あるんだけれども、インフルエンザでもね、義務接種っていうようなことになってるんですよ、設置者はそうしますよ、安全担保のために。で、そういうことになると、医療従事者が、やっぱりこの、 ワクチン怖いから受けたくないって言ったってね、受けられないという事態も想定されるっていうことは指摘をしておきたいというふうに思います。で、電通がね、電通、はいご存知の、8月中旬に行ったアンケートによりますと、いち早く接種したい、これ8月ですけどね、接種したいと答えた人は1割程度です、で8割が他の人が接種してから、効果や安全性が完全立証されてからと。 こういう回答をしております、安全性、有効性の立証なしに、ワクチンの接種もつながらない、指摘したとおりです、日本での承認前に、日本人に対する安全性、有効性を立証する第3層試験、検証的臨床試験、を実施すべきだ、最後、お答えいただいて終わります田村厚生労働大臣。 あの今、局長が申し上げましたとおり、基本的にはです、ね、これはワクチンメーカー、開発メーカーがです、ね、お出しをいただくと、それをもとにです、ねあの、要するに、まあ、しっかりと審査を行って、有効性、安全性を確認すると、ただ、国内で,です、ね、やはり、まあ、臨床試験等々やっていただかないことにはです、ね、それは安全性確認できません。だから あの第三相とは申し上げませんけれどもあの、それはしっかりと確認した上でです、ね、安全性、有効性というものを認められるものをお、まあ承,認えー、あの承認するという形になるというふうに考えておりますす林明子君終わりま,すわります <laughs> 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。